な十八点ゼロメガヘルツ、あなたの夢を叶えるラジオ、<music> はい、<laughs> 週の満開の中、水曜日、15時終わりました、ラジオでデイキャンプ。ありがとうございます はい、トミングスクのマッキーですどうもどうも7月最後ですね、<あ>今日でね何日かっってない俺えっと、7月、今日26日ははい、はい、あのー、7月最後のラジオでデイキャンプ、はい、今週もスタートしたいと思いますがー先輩、今日雨ね台風の影響だね、だからさ昨日もちょっと風、少し強かったけどなんか次のやつがやばいんだよね、6号、やば,やばい、あれ、台風の目直撃だよ、俺、あ俺じゃない、俺じゃない。<laughs> <laughs> <laughs> 大きな直撃だあれだからよあのあれアガベの片付けが大変もういいよ草は葉さ多肉はいはいはいあれ全部ちっちゃい手のひらぐらいの鉢が何個あるか今30ぐらいあるかなあんなにあるからやばいでしょあれ全部入れんといけんからうわ前の時もそうだけど間違いなく何個かひっくり返してからちょっと風もね出てきてるからねそうそうそうなんか で僕、明日から実は台風を避けるように8月上旬まで我らがビッグボスの田中健の、はい、キャンプ場2箇所をはしごして3つのイベントをたんあの対応するっていうシニハ,ハ,ハードスケジュールだね、うん。そうなんです。なので台風は僕、今回はちょっとあれなんですけどいやもう台風対策してやっていかんとね。 年から子供から大変だから。そう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 。で、ちょっと今日で準備してから出ようかなと思ってます。うん。ね、ちょっと今日やっぱりね、ちょっと道路も滑りやすいからね。外走ってる方ちょっとよんないよんな。はい。気をつけてください。ね。あと外歩いてる人もね、滑りやすいから特に島沿い入ってる人。はい。あのマッキーね、マッキー。はい。今日ちょっとす滑ったから。ラジオで滑らんだよ。大丈夫。オッケー。大丈夫大丈夫。さささ。はい。マッキー先輩。 今日は第3弾のゲストはいねゲストさんねゲストさん今日来てもらいましたちょっともうマイクあげようねじゃあそうだねあげようあげようあげようちゃんと近づいてから喋ってみてくださいね初めてなんでお手洗いとか誰僕の小学校からの友達ではいはいあの今与那原町で今年初めてできた細かいところ ことはちょっと本人に伝えてもらうんですけど今ビール作ってて、はい、クラフトビールそこの今<お>醸造所の工場長をしている漬け蘭友則さんですはい漬け蘭君はじめましてよろしくお願いしますよろしくお願いしますはじめましてではないけどね <laughs> こっちはね一応ね <laughs> 何回2回目一そう,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 そうイベントでもねあったから、はい、こっち近づけてから。

醸造所の本社のメンバーも今、多分 YouTube ライブで見てるんで、工場長、緊張してると思うんですけど、<laughs> よかったらツイキャスもね、はい、ツイキャスにも見てもらってあの、コメント拾いやすいんで、ぜひ、なんか、お願いします。よろしくお願いします。そうなんですじゃあ、工場長の方から、まあ、簡単に自己紹介からにして、はい、その後とは、まあ、マッキー先輩ね、もともと青森の、ねはい、メーカーにもいたんで、はい、なんかそういう、我らが得意のお酒のトークで。 飲み第がら誰が飲みながら一番飲みながらなねこれはまた今度ねよろしくお願いしますという感じでじゃあ「よなばる発の醸造所」んていう名前ですか上がりはブルワリーおじゃあよなばるの上がりはにあるはいあの沖縄女子短期大学の2階のビルの1階で3階建てのビルなんですけど1階の方で醸造してます マッキー先輩この前フラッと通ったら発見したんだよねそう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 あの撮影のお仕事があって子供たちと歩いてたらあここかみたいな多分あそれで見つけたのそうあの多分保健所がどうのこうのって話してる立ち合いのそうそうそうあの時ぐらい大体めっちゃあここかってね結構見えるからなんていうの やっぱり工場ってもっとでっかいイメージあるから思ったよりちっちゃいなっていうのがやっぱり最初の印象そうね,そうね最低限の設備とまあ限られた敷地の中にぎぎゅうぎゅうに入ってるっていう感じですね <laughs> 押し込んだ感じだよね押し込んだ感じで、ね、そうなんですよもともとあそこね事務所で使ってたんですよそこが工場になってはい、はい、であそこでビールも作りながら 併設したあれ何カフェじゃなくて何て言えばいいんだろう一応まあビアスタンド的なわおしゃれおしゃれビアスタンド <laughs> まあ壁から壁というかまあその建物の中に一応冷蔵庫も入れてでそこで作ったビールを冷やす冷蔵庫を入れてるんですけどまあそことの間に壁があるんですけどそこをぶち抜いてそこからえービールのタップ が出るように作ってるんで、壁壁からビールが出るという構造になってます。すごいですよ。九種類出ます。今。今。我らがオリオンビールから。はい。県外のもうクラフトビールも入れて。ああ。自社ビールだけじゃなくて飲み比べができる。はい。あ、めっちゃ面白いね。俺今あの場所に九種類作るんかと思って思ってたから。ゆくゆくは全部うちのビールでちょっと出したいんですけど、まあ今とりあえずは三種類っていうところなので、はい、いろいろ僕たちも。 美味しいビールを飲みながら、うん、こういうのを作りたいなっていうのなるほど、はい、そうそうけどあのー、ほらやっぱあったら酒上具側からしたら <laughs> ビールビールはいあのー、いろんないろんなね、うん、飲み比べしかも他社さん飲み比べできるってそうそうそう普通ないさうん、ないね例えばほら俺某酒造所に行ったんだけどそこで 例えばザンパさんじゃあザンパじゃなかったってことはねとかクメクメさんとかあクメクメじゃなかったってことねはいはいとか崎本とかあでもないってことねそういっただんだん絞られてくるでヒロとかああちょっとやばいんじゃないそろそろねのでもそうだよね同業他社のやっぱり飲み比べはメーカーではやらない確かにタブーというか うん、そうだねだけどそれができるっていうのは自由度高いね、うん、クラフトビールって結構そんな感じなの、うん、結構作り手の方たちもまあ、えー、情報を共有したり、まあ、レシピを。うん 2人、先方、うんあのー、と話したりとかでうん、うん、結構オープンな感じです、ねあ、そうなんだいろいろ工場も見せてって言ったら見せてくれるし、まあうん、うちもそうなんですけどもしリスナーさんでヘッドブルワーはあの作ってる方いたら <laughs> いつででも大丈夫なんでそうねガラス越しでもな見れるし、うん、まあ工場長いたら案内もしてくれるとかね、はい、それ見せるのはいいかもこれ、うんね、観光ツーリズムとかそういったところと相性いいかも。うん ちょっとコメント拾っていいあどうぞどうぞカンパチさんからこんにちはっていうことこんにちはカンパチさんとあと我が家の蛇口にもつなげてほしいとあこれ個人のお宅も可能ですか工事もやるんですかやるよなあそうっすねオーダーがあればなオーダーがあればそしたらもうずっと樽入れれるさ一回現場検証させていただいてちょっと見積もり出させてもら確かに冷蔵庫まで入れないといけないじゃあ最低ミニママ樽一個 そうですねうそうですねそうですカンパチさんよろしくお願いしますぜひぜひ <laughs> いやーすごい今3種類ねう<ー>など,どういう3種類なんかざくっと説明 <うん S 1> 説明っていうか紹介すると 2>, と2種類は主にホップの効いたえスタイルで一応原料パインとあとサトウキビを使っている2種類, <うん S> 2> 2種類 あともう一種類は一応上がりはまなので海をイメージしたような青いビールクラフトビールというかビール自体にまだ飲み慣れないとか苦くて苦手とかっていう人にも飲めるように最小限の苦みとああ入り口商品ってことね入り口でそうねビール飲み慣れてない人はやっぱりこの苦みがねそそううちょっとやっぱり苦手意識あるから特にねやっぱクラフトってちょっとこう味がこ いいっていうのかな,なんかとか重たいってこうがぶがぶ飲めないっていうかなんかそこがちょっとやっぱりハードル高いじゃないけどなかなか初心者はちょっとねちょっと癖あるというかでしかもちょっと高いじゃないですかそう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 やっぱこう。 スーパーとかコンビニに並んでるものと味が何がどう違うのかもちょっと分かんないから選びにくいみたいな時にそういうなんか入り口商品があるとあとしかも見た目的にも面白いそうねめっちゃ青いんですよほんとに青 <laughs> これ青っていうのはどのような形で出せるの青は一応まだ口なしっていうので出してるんですけどまあゆくゆくはあのバターフライピーとかそういうのをちょっと試しながらですねずっと同じレシピっていうよりかはまあその 醸造ごとに少しずつ変えながら炭酸の量も変えながらとか少しずつ試していきたいなといっ面白い面白って小規模だからこそできるフットワークの軽さだよね。そうですね。そうなん確かに確かに。やっぱ大きいところだといろいろ設備とかいろいろやっぱりあるから。あと安定供給させないといけないとかね。そうそうそうそ結局、多分イメージだけど、そういうどっか飲食店さんとコラボして限定とかそういうところは面白いかもね。ううちはリットル仕込みなんで割とこう まあ遊べるというか、チャレンジできるというか、うんだったら、全然ほら、購入する側 2>、2日分ぐらいじゃん、もうちょい、<laughs> いくか,か、<laughs> 週間ぐらい最近、最近、ちょっと飲む量減ってるから、<laughs> 1 <laughs> <laughs> 一週間ぐらいか 1> <laughs> らい、うん、1週間ぐらい、一応ね、あのー、そう500ぐらいだったらね、ね一月買い通りでも、たぶんそんなにしないでしょう、えー 1> まあ、1たる2万円はしないぐらいで、30本ぐらいできるんであ。 まあ、そんなもんですね。はい、はい、じゃ、あ運びますよ、ちゃんと家まで。もう、じゃ、白間。はい、白間というまで、あの二階までちゃんと運びます,す。はい、白間。階段。階段。階段階段。頑張ります。しかも、虫がいっぱいいる。<laughs> 大丈夫、大丈夫。虫、虫じゃないか。うん、虫、虫じゃない、あら。今、イモリと。やばい、やばい、またこ、これの話、この話、いつも盛り上がるわけよ。<laughs> そうそう。あの、はい、じゃ。あ二階まで。 <laughs> はい、頑張ります今のサトウキビとか、うん、あとパインとか出たじゃ,、うん、じゃないですか、まあ、いわゆる県産品、うん、そのコンセプトとしてなんかやっぱそういう県内のそういうなんかものをこう,うまくビールに掛け合わせてやろうみたいなスタイルなの。そうですね、はい、やっぱ県内の、まあ、果物とかそういうものは割とビールに使いやすい柑橘系も多いんでうんそういうのも後々。 試していきたい。あ、増やしていくってことね <うん S 1> <ー>。これ例えば、本当にフルーツを使うの?。あ、フルーツす。あ、ちゃんと、あのー、パインのやつはパインピューレにして、ミキサーにかけて。うんうん、それを、こう、タンクに。入れるってなるほと。え、すげえ。<ー>サトウキビは?。サトウキビは、あのー、四十センチぐらいにカットして、で、それを。麦と一緒に、タンクにボーンって入れる感じ。ええ。マッキー先輩、青森、製造には見たことないですか?。み。 がっつりは見たことない俺営業だから<ー>だからちょっとそのビールの製造なんかが、まあ、全くわからないわけではないよ、はい、やっぱりあの勉強はしたんで、えー、今度ぜひなんか一緒にブルワリー行って、うん、そこからインスタライブやってくださいよ w i f i あるあるあ w i f i あります行ける運転手大丈夫いや別に俺も飲むから。<laughs> なんでブルワリーって俺は運転手なんですか。でもまだ醸造したてはアルコール発酵してないんで全然大丈夫です。できたてのやつを飲んでも。まだ麦とお湯のまあジュースというか麦汁っていうか麦の汁ってか。まだそれの状態なんで発酵してからパン入れたりとか酵母入れたりっていうところの工程で一日終わるんで。 帰りに少し一杯飲んでも大丈夫です。うん、ああ、アルコールはないんだ。アルコールはない。だいたい一つのその製造で工程でだいたい時間ってどのぐらい？時間はだいたい8時から仕込みが始まって、うん、で掃除片付けまで全部を入れるとだいたい8時、うん、夜の8時半とか9時,9時前には終わるかなっていうところなんです。1> 丸一日ってこと？まあまだ僕も醸造があまり。 回数がこなしてないんで、ああね、まあもう少し、多分詰めれると思う、うん。確かに、確かに。で、発行はどのくらい時間、あ、かけとは、まあ、一週間とかないで大体五日とか六日ぐらいで。この糖度っていうか、進んでるか、数値チェックして、そこで数字変化しなくなったところが。出てくるんで、<ー>でそこで。ああ<ー>。っていう感じ。へえ。動きが止まったら、オッケーなんだ。へえ、面白。た、多分。 ね、多分ちょっとした工夫で本当にいろんな発見があったりとか、うん、これから楽しいはずね,そうすねで本当に沖縄って魅力あるのいっぱいあるさ例えばねベタだけどパッションフルーツとか、うんまああパッションね、はいうん、ちょっという、ね、酸味があるやつとかマンゴーなんか、まあ、オリオンさんなんかもやってると思うけどそうですね,ねそういったフルーツからなんか僕やったら面白いネタとしても面白いかなと思ったのがよなばるってイカがめっちゃ取れるんだよね イカが上がるんですよ生イカがはいはいはいんかそれのイカスミとかああ黒ビールイカミ黒ビールとかイカスミひじき黒ビールとかやばいだろもう怖いよそうんかそういう結構面白くないですかもう見た目から入れるさ黒そう例えばんかスカウトってあるじゃないですかだからんかいういいねうん なんと例えばシーフードに合うとかあ<ー>そういったやっぱペアリングをしっかり提案できればでねそこに合わせてあの限定のなんか <laughs> ねあのイカスミパスタとかはい。今そうそうちょっとコメントコメント拾っていいですか <coughs> リスナーのカンパチさんから、はい、もずくを浮かべてほしいら <laughs> <laughs> ずこ浮かべたいじゃああったかいビールにしたほうがいいかなうわうわやばい浮かべたいなるほどでもんかそういう県産品をこういろいろ掛け合わせて作れるしかも別に夜なばれのものにこだってるわけじゃなくてやっぱおいしいものを作りたいからまあいいものをっていうことなんですよねそうですねマッキー先輩に例えばさあのもちっこバナナとかうんそうそうねあっちバナナねバナナって相性どうなのかな バナナの香りのするビールはあるんですけどバイツェンっていうバイツェン酵母がそのバナナに似たような香りを出すんでバナナ入ってなくてもバナナっぽい香りのビールっていうドイツの一番代表的なへバナナ面白そうなんかほらよくチューハイとかでもあるのはシークワーサーとかなんかまあその辺ねなんか結構目に見たことあるっていうか目につくから そうじゃないやつそのもずくとか、うん、ひじきとか,なんかそこきたかみたいな,なんかねね面白そうなのなんかまだまだありそうだなって、うんまあ、あとは結構ネタはいろんなところで出尽くしてはいるんですけどたぶん、うん、まあ多分フルーツ系の中でもどれだけ再現性が高いかとか香りがどれだけ高いかっていう、うん、そこの軸での商品っていうのもちょっとチャレンジをしたいかなっていうんうんまあ、マッキー先輩地元富臼区だったらトマトとかね そそそうううレッドアイいいですねレッドアイおいしいと思うよであとは何があるあといろんなのなんかあるからいろんなのあるじゃんグルクンとかやってみましょうかねなんかいろいろあとあれだよねやっぱり ペアリングかなと思って。あ、食事ね。これ、そのビアスタンドで食事も提供してるんですか。そうですね。食事も提供してまして、一応町内の洋食太郎さん。っていお、太郎。の、シェフに監修してもらって、そこで。作ってもらったもの、うちで作りって欲しいもの、ちょっとお願いして、それでうちで出してる。はいはい。だから、じゃ、フードも間違いない。おお。 いいね地元とのそういうコラボできてるっていうのはあそこ洋食太郎ってめっちゃなんか有名そうそうあの交差点のとこね2号店かなんかもあそうそうえっとその上にバーみたいな夜の足音っていうねあうそ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 うあるんすよじゃあそこでもビールが飲めるのか夜の足音でもこれからなのか太郎さんでは飲めるようにの8月頃からちょっと予定してる形でお来週からじゃあ今あれだ もうに絶賛営営業業中中だです今ちょうどプレオープン期間中プレオープンでいいのかなプレオープンですねうんちょうどですちょうどそのえっと先週日曜日日曜日だっけ土曜日土曜日だ土曜日に夜なバルで夜なバルの夜浜公園であの浴衣祭りっていうのがあったんですよはい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 そこにブルアリー出店しててあれが結構まあ 大々的には初お披露目なのかな。そうですね。うん、町内の方には初お披露目という形で、もう列並びすぎ。<laughs> 反応良かった。はい、僕はあの最後尾でずっとこうパネル持ってはい、はい、ご案内してたんですけど、うん、他のいい ブースのところまで列がこういっちゃうぐらいおおもう樽替がえが追いつかんそんなにじゃあ本当に地元に受け入れてもらったねスタートアップとしては最高なもう余裕も冷めたよ忙しすぎてあんなにへえすごかったっすよでその時も太郎さんのフードとあとはビール3種類とでもちろん3種類の飲み比べのセットも出して ね、うん、だいぶだいぶ,だいぶ出ました。やっぱ飲んで直接声聞くとやっぱりすごいもっと美味しいの作ろうって頑張れますね。うん、やっぱりそれでね、はい、やっぱりその <laughs> 作るだけじゃなくてやっぱりねあのしっかりその飲んだ人の感想を聞くっていうのはモチベーションつながります。そうそう。間違いなく。うん、まあそれがやっぱり、ね、工場長としては一番嬉しいんじゃない。はい、一番嬉しいですね。ね本当にいやーまずいねって言われるよね。<laughs> いやだって醸造も一発500リットルだから怖いですもん最初作るときね確かに、確かにそんなあのラジオ、いつもの花木さんからまたコメント来まして花木さんっていうのがあのこのラ、あのー、ロゴとか作ってもらってるデザイナーさんなんだけど実は、さし木の人で,はいで花木さん、思いつきました綱引きビール、赤瓦ビール、警備員鉄道ビール こんなメニューイミングどうですかっていうのとそして太郎のおっちゃんは後輩です花木さんは俺より C じゃなってね花木さんはマッキー先輩よりだいぶ下ですそういつもはいありがとうございますさすがだね面白いねこういうやっぱこういうとこでね地域とのコラボそう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  ちょうどじゃあちょっとなんか今ネタで出ちゃったから工場長から行こうか、うん、<laughs> 実はあの大綱引用に綱引きビールというかまあ大綱引用のやつをえ明日仕込みしてそのお祭りでお披露目しようかと思って実は来月の19、20が沖縄の三大綱引き祭りの一つの那原大綱引きあるって、うん、すごいよね行ったことないけどやばいっすよ。ね そこで初お披露目というかそのイベントに向けて仕込むとビールを明したそれがまあたぶん綱引きビール花木さんフライングなんかあっちゃって感じですねはいすごいでもそうそれが8月のね1920また同じく夜中浜公園かなはいでまたお披露目できるんではいはいこれはあれもう肺売り限定例えばボトリングして あ一応樽出しなのでサーバーからついでだけお出してくだ今のところははい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 そうあっちの工場はこの瓶詰めそこまで瓶はまだ予定はちょっとないんですけどまあのちのちは瓶に詰めてまあお土産とかはいはいはいじゃあ今現状ではじゃあそこでしか飲めないビールっていう感じでなるほどなるほどそうそうそうなんですよなのでぜひ まあ、プレオープン期間中なんで、はい、あの料理も試しながらなのでそうそうそう、はいはいはい、スタッフもね、うん、今回まだ初めての経験なんであ、うん、そっか本当、はい、にゼロからだはい、うんはい、そうなんですそうなんです小倉衆ビール小倉衆すごいの来たね花木さん小倉衆って何小倉衆って調べてみてください はいちょっと今じゃ検索かけます、はい、ぜひぜひそうなのでぜひまた来月8月1920はね夜ばるのもう一番でっかいイベントねあれねでかいですね夜名、うん、大綱引き綱引きは日曜日,日,曜日イベントは19日の土曜日と20日20日はいこ子浜公園カインズのあの隣の芝生で 大きいステージも多分出て過去には結構有名なアーティストさんも出てたりとかしてたんでぜひはいでねえ洋食屋太郎もフード出すし僕も実際に売り場立ってますんではいもう工場長はもう売り子さんですよスーパー売り子さん僕はやっぱり自分の子供たちを最後まで見届けたいんでそうねそうね そう僕もあの、あのー、ビールをこう継ぐ <laughs>、はい、お手伝いでいこうかなと思ってますんでぜひお時間ある方はい、はい、綱引きビール綱引きビール <laughs> お花木さんからまた提案がもう一個バ原のボヌールっていう友達のおじさんがやってるケーキ屋さんの名物 <laughs> 小倉衆 <laughs> そうね今だから俺検索してきて、はい、それのビールってどうだっていう<ー>甘いビールってことだねスイーツビール的な うんうんうん相性どうなんだろうなさあ花木さん500いくか一回僕食べてみましょうねああそうだねそうだねそれは食べたことないなもちボヌールねちなみにズけランさんはもともとこういうそういう製造とかこういう仕事してたの僕前職は東京のょっでスーパーの店員として働いていたんですけどスーパーの店員うん でまあ、このビール授業で、えーまあ、お声がかかりまして、そうか、分かりましたっていうところで、<laughs> 沖縄のために頑張ろうっていうところで引返て、引きき返してきましてまたこの声がかかったっていうのは、何か、はい、例えば友達とか、そういういつ知り合いの、まあ、社長さんからお声い,いただいて、その彼も池坊さんと僕との同じ中学校の。同じバスケ部でで、はい、そうなんですよ が今、社長になってるそうですすすそそううですでで、新規事業で、はい、ビルをやるっていうでなるほで、はい、大丈夫か俺ビル作ったことないけどっ,って大丈夫漬けらんなら多分大丈夫だからって言われたんで<の>飲めれば大丈夫よみたいな <laughs> <laughs> じゃあ頑張りますそうなんですよそうなんですよちょ,ちょっと待っといてねまず進めといてあオッケーですケ、OK、ーですな,なんと初の 番組中にマッキーさんが離席するっていうすごい, <laughs> <laughs> すごいでしょ、すご,ね、すごいでしょ、<laughs> あのー、うちの番組オッケーなんです、うん、自由な感じで、そう、なので今、何の話したか急に飛んださんもう <laughs> 先輩のせいで。ごごめんごめんん次の ゲストが急に来たから。何の表情に早く来たから。何の話してたかや。えっとボヌールの。違う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 よ。あで何？付けらんがなんで沖縄戻ってきたかって話だ。これ準備期間でどのぐらい？準備期間は九月。いつの？去年の九月から。一年経ってないんだ。そうですね。県外の方に研修で醸造の勉強しに行って、で五月の十七日に醸造免許が。 でそころそのところから作り始めてるっていうところですねえー、なるほどだからもともとはねそのビール事業、はい、こう夜なばるでやろうかみたいなもうちょっと前から話はあってうん、うん、で、まあ、本格的にはもうその辺からねそうですねなんか話聞くとこう建築とかデザインとか周りはこうわーって決まってたらしいんですけど誰が作るってなったらしくてあ<ー>で自分がまあそのプロジェクトに一番最後に入ったんですけど、はい 作るる人が一番最後に入すごいね。地域活性化にはすごいいい起爆剤ぱビールが来るっていうのは。じゃないほら青森もそうだけど地元にやっぱりそういうお酒を作るところってなったらやっぱりどうせ飲むんだったらじゃあ地元の飲もうぜっていう応援もねやっぱ地元の人が漏れなくついてくる確かい確かに強いよね。 あの当然、味を知ってもらう売り上げも大事だけどまずやっぱ地域貢献っていうのをしっかり考えればほのずと帰ってくるから、ねはい、だからめっちゃいいと思うかなかなかね、やっぱり米原町ってこう製造業が、ね、あんまりないから瓦ぐらいだから、まあ、そこでもともとで正弘さんが米原だったじゃないですか板場、うん、に行っ<今>てからはあれですけどたま,ま,あまた。 地元に根付くお酒に育ってくれたらそう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 もうまさにうそとかコースターとうそういうそ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 ゃそいそう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 っうそっそうそうんうそうかうそんそう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 イメージだかそう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 いうそうそうだうそ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 でそう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 うそ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 うう 飲み屋は多いし南部の U だよねあれはあっだから今ヤナバルの飲み屋街とかあの辺もだんだん盛り上がってきてるでしょ盛り上がってきてますよオリオン通りもそうそうそうオリオン通りなんかね足立屋もあるしあと最近テレビでたまたま見たけど気になってたんだけどかる壁にアメシャがぶっ刺さってるああはいはいはいあのホットウィールのパクリの ホットグリルズかそこもなんかテレビ入ってて面白そうめっちゃあえてヨなばるで仕掛けてると地域愛持ってる方なんだろうなって感じ地元の人なのかもね多分そういった人なんかともどんどん仲良くなっていけばもうコラボしたら可能性無限そこで美味しいビールったらもうね美味しいです地元でシェア率100%目指せばまずはねそうね もうオリオンさん追い出すぐらいのああ勢いで、そのぐらいのまあビールっていうのは本当にあの乾杯しやすい <うん S 2> まあアルコールだと思うので結構ラフな感じで皆さんとあの付き合えていければいいかなと思ってマッキー先輩、アーモリアはコミュニケーションドリンクですよねそう。コミュニケーションンドリンク <laughs> だからなんかお酒ってまあそんなもんじゃないですか、うん、今の乾杯の話もそうだけど、うんうんね、だからなんかそこの,そのみんなが楽しめる席の,なんかそのビールがあるとかお酒があるって、うん、なんか結構めっちゃいい,いいことっていうか嬉しいことかな、うん、なんかねやっぱりほらクラフトビール正直なところやっぱり単価高いさ、うん、安くはないさ。うん

時間を楽しむ飲み方に最だ、はい、からなんかバーとかねん 2>, なんか2軒目でこの、ね、ビアスタンドでちょっと飲むとかなんかいろいろやっぱり美味しいビールあるしめっちゃいいと思いますそうですね、ビールも、まあ、飲みながら僕も工場見学一緒にあのお客さんと回って、うん、その工場見学になったにまた飲むとより美味しいって言ってくれるのでああもうねこれ,これマッキー先輩もそうやね、うんうんうん マッキー先輩はその工場見学の後青アーモリを買わせるっていう裏技まで持ってるからねそうそうそういっぱい買わしたという大変ですよけどやっぱりねそういうやっぱりね製そ造そを見るとやっぱ感情移入するからより美味しいからそうそーそうーけれるからね。そうそうなんだよねだからより作り手の思いとか苦労したこととかまあこれまでのんかこう歴史みたいなのもだんだんこう 深まっていくとよりなんかこの一杯の味って変わってくると思うからなんかそういうのってめっちゃよくないですかそれなのがね数百円で飲め,れ飲めて楽しい夜を過ごせるともう本社のみんなも見てますよっていうコメント来てますありがとうございますねはいはいありがとうございますありがとうございます これ酒造メーカーの話なんだけど僕が SNS でつながった方が愛知から沖縄旅行来てくれて一人旅で先週で2 0 0日沖縄泊まってで僕 SNS でそのこっち上等でよって言ったところを全部回ってくれてで初日一緒に飲んでいろいろ聞いたんだけどでこの方酒造メーカー2箇所待っていくのはさん2箇所目は前の職場一緒に案内して行ったんだけど2箇所目がもうんていうのちゃんとこの案内するほら 前の職場ちゃんと専用のスタッフがです専門の直売所のそこじゃなくてあのー待って電話があってですえぇーやばいだろ集中力が消えるねでその二か所目のあのー倉本があのちょっとそういう人員不足で案内できるか分からんってギリギリでこの時間帯行けますけどどうですかって来て時間があったから 見学行ったみたたみいしら工場長が出てきてくれたって本当の作業服で。けどやっぱり作り手側だからやっぱりその商品愛、うん、やっぱ営業とは違う商品愛が届けてやっぱき綺麗な格好をしてるわけじゃないけどもうめっちゃファンだったってってそこのお酒は買って帰るって言ってたからやっぱり工場長が案内するっていうのはそういう意味でめっちゃいいかも、うんはい。僕もあの醸造はの 一人で寂しくちょっとやってる部分も多いんで工場見学で来ていろいろ話してもらうと僕も楽しく、にまた励めるぶん、<laughs> や,やっぱり素人という言い方が正しいのかなそういう人たちって急にここからパス投げたりするからここから来るかみたいなところがパスがあるからそういう対応力もやっぱりつくし勉強になるし気づき,やっぱ気づきがあるはずだか,らだからそういうところはめっちゃ。 いいのかなそうだね、僕も勉強になると思うんですそう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 ね、たら本当に製造もできて営業もできれば商品知識もあるし営業もできたらまあ無敵だよね、まあそうね、確かに、ほら普通一般的にほらやっぱ現場の人は現場作業だけっていう感じで営業営業、総務は総務って、やっぱりね、それ全部できるってやっぱりハイブリッドでいいと思うから本社の皆さん、工場長はハイブリッドらしいです。 いやもう本社の皆さんに本当に支えられてますね、僕は死に棒読みな感じなんですけど、大丈夫ですか本当だね、本当だね、本社の皆さんにはいつも助けられてるよね、もう頭が下がりますね。いいね、ラジオを活用して、会社にごまをする。いやこれ、本当の気持ちですかね、本当の気持ちですか、どどここ見てるのかなちなみに、本社ってことは、従業員何名ぐらいいるんですか 従業員全体だと40ぐらいですかね、その他のあまあ、その事業部も含めて、るビールに携わってるのは、はい、ビールに携わってるのは、えー、7名、アルバイトとかもいる、多分ん6名かな、ね、はい,はい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 、はい、あ結構人数も持ってる少ないね、はい、まあ、スタートアップですからね、はい、いやー。 面白いな面白いです今日マッキー先輩なんかコジョジがいろいろ持ってきてアイテム持ってきてくれてるんでなんかあ、そこねそうそうそうなんかちょっと普段多分見ないやつなんか説明してもらいましょうよわかりやすいのはこれ待ってこれマイク遠いからさなんかこれハーリーかハーリーハーリーとかで使いそうな <laughs> ヘラなんですけどこれなんか先っぽの方見せてもじゃてあ俺が持つわこれ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 そうそれ これは一応ビール最初に作るときにお湯と麦を混ぜるときにえまあよりちゃんといい麦の汁っていうんですかね麦,汁麦の汁とか言って麦汁なんですけどそれをちゃんと作るために、はい、こうやって、ねはい、それでタンクの中でちゃんとだまにならないように潰すっていう結構体力使う仕事だねじゃうん まあそうですね結構袋も一袋大体2 0キロ単位だとかうん、うん、樽も1 5キロ以上あってとかなんで割と握力はすぐつくみたいです、ね、しかもこんだけの長さしかないんだねだからね結構た、まあれ深いじゃん深いところは機械ができるんですけど<ー>浅いところとか上辺のところっていうんですけどああなるほどなほどじゃあ上のほうをガシガシやりながら落としていくってことーーの、うん、ですい 工程というか見栄えというかそうなんだへえ<ー>周りがゴム減らなってるのはそのやっぱりあこれねこの白いところ、うん、あこれちょっとあれだよね見えにくいね、うん、真ん中っていうか外側だけこれゴムなんだよねそうっすねへえすげえマッキー先輩が あの日曜日こいだハーディーのあれかなと思ったハーディーでも使えそうっすねハーディー使えそうっすね子供よりはちょうどいいんじゃん低学年用にいいかもゴムもあるから滑らなすしジュナンボーぐらいにはちょうどいいんじゃないちょうどいいやつめっちゃつかんでたけどハーーすごいこれこれじゃあ普段使ってんのこれそうっすねこれ仕込みの時使ってんのじゃあ明日もこれであの綱引きビール仕込むはずなんでしっかり熱殺菌消毒してはい使わせていただきます汚しときました すごいこれア森モリでもこういうのあるっすよねア森モリもっとなんか長いのイメージありますねそうめっちゃア森モリはもうめっちゃ本当にもう手で混ぜてあれ機械使わないっすか混ぜるのによっってては使るかなでもなんか手でやってるイメージあるうん現場そこ見てないな考えたら一つのタンクがめちゃめちゃでかいですもんねでかいよねア森モリね一つの仕込みがどんぐらいできるって言ったからああでもそうなんか 相当できる相当できるって言い方 <うん S 1> ざっくりだけどすごい <うん S 2> まあ例えばパックでえ64ケースの6本入りの64ケースちょっと待ってよであの今電卓アプリ開こうね <laughs> <あー S 1> ちょっと待ってね1本1800ミリちょっと待ってってばちょっと待ってちょっと待ってはい6本かけるあ はい、でこれが1ケースでしょ,ょこれがの ?64 ケースのパレこれワンパレだから3パレットぐらい,ぐらいかける三ってこと ?1 回でできるのはこのぐらい1101001000万10万 100, 100, 100万,100万200万200万リットル200万ミリリットル、はい もうなんかよく分からんね,ねとりあえずいっぱいそんなことったら頭そそうなこと言わんかった <laughs> そうだねそうだねいっぱい作れる <laughs> 勉強勉強あってね <うん S 2> すごい<ー>んで何かもう一個さ何かすごいのがあるんだけどもう一個は今日あのー、ホップも見せたくてホップこのサイトグラスっていううわまあ見えにくいなこのここビールが通過する配管でビールの色を チェックするためにガラスになってるんですけど、うん、今日はこの中にホップをちょっと入れてきたんで実際にこれの中をビールが、はい、ビールが取りますへえ<ー>ビールのに使ってるホップを今日詰めてきた一、うん、1>, 1回の仕込みで使うのはこのぐらいの量ってこと 1>, あ1回の仕込みだと1 5キロとか1キロちょっとぐらいは500リットル仕込み500リットルでへー、はい、結構なんかホップってさ緑ででかいんだね 結構、これはペレット状にして圧縮してるんですけど、うんうん、ペレットって何、うん、このこの錠剤みたいなのああこういうそうだからなんかこの,あの俺見た時あのウサギの下に見えた<あ><れ>俺も言おう,うと思った <laughs> 今そうあれペレットってさそうそうへやつ,形状やつキャンプ道具でもキャンプのあれでもない薪ストーブというペレット状の木材とかあんまりスト,ーブストーブ系ストーブね大きな使わんからね使わんないうん わあ、すげえ、なんか薬みたいだね。薬みたい。うわ、でもなんかウコンみたい。食べれます。マジはい。ええ、嫌だ。ホップって何なんべてょう?。あ、食べて、大丈夫?。あ、ああ、苦味、苦味漬けっすね、ホップは。苦味と香りと。ああ、これあれさ、これ、あの商品の中で。ガジュマル、なんだっけ。 ガジュマル IPA っていうビールがあるんですけど一番濃いやつもうあれの匂いすげえうわあ緑の味するうわんだこりゃそのまま食べるとめっちゃ苦いんですけどビールに入れるとんかんかんかわかるビールの中である味だよねなんか見つけた感じする

一種類のホップ使ってる場合が多いんですけど、うん、クラフトビールはほんとに複雑に23種類使ったりとかすることでまたクラフト感がすごい感じられる割合とかそういったのもそうですね、はい、<ー>うわすげ <laughs> えー <laughs> えー、そうでもなんかさっきちょっと言ったけどさあの3種類の名前がその一番濃いやつが、うんうん 6%アルコール度数6%パーでガジュマル IPA ってなんかちょっと茶色い、うん、もう一番3種類の中で重たいやつだよね、うん、でさっきのそのブルー系のやつがアガリハマブルーだっけ、うん、パインブルーパインブルー <laughs> 次のやつとごっちゃになっちゃ <laughs> <laughs> う最後のやつがアガリハマ IPA か、はい、な,そなんかすごいそれぞれなんかおおお は、あ、最後の二つはパイン使ってるけど、全然味違うし。<laughs> 一番最初のガジュマルはも、なんか、ガジュマルっていう、なんか、どささみたいな、なんか、力強い感じが、このホップ、が。なんか、ホップ、ステップ、ホップみたいな感じ。<laughs> <laughs> <laughs> ホップ、ホップ。<laughs> <laughs> わあ、でも、なんか、こういうので、うまく、こう。研究っていうのかな、なんていうのかな、こう、自分たちで、いろいろ試行錯誤しながら、味を作っていくっていうのも。また、楽しみの一つってことだよね <laughs>、はい。 あとは仕込んだ後に15リットルの樽に移すんですけどそこの中でも味が変化していくので1か月たったものとか半年たったものとかでだんだん味の方の変化もしていくので<ー>それも僕もちょっと今いろんな発見があってすごい楽しいですめっちゃホップ流してるな <laughs> めっちゃ今口まだ残ってうん分かる、うんえー、じゃあそういう意味でもいろいろ醸造したタイミングによって で味が変わってくるし、うん、まあ毎回毎回多少違う味が楽しめるっていうのもなんか少しちょっと違ったいい意味での楽しみ方ってことねこれ今ほらこの作った後に置いてるって言ってさ、はい、やっぱ熟成させるとやっぱ味もなんか変わる,るそうですねまとまってくるっていう表現が多分正しいのかなと、ね、まとまっ分こう丸組みを帯びてきて一体感が出てくるってやっぱり作りたてはちょっとトゲトゲしてるそうですね<う>割とうんもうう少しこう なんですかね、ホップの香りと甘みがまとまればっていう風な感じはあったんですけど、うん、実際1ヶ月半ぐらいちょっとして飲むとすごいまとまってて特にガジュマルの方は最初は何んですかねこの苦味とこの多分サトウキビの糖の甘みがあんまりこう近寄ってなかったんですけどそれが今結構丸みを帯びてしっかりまとまってきたっていうのが今の 状態ですね作ってから市場に出すまでに大体どのぐらいのやつが大体平均して市場でか寝かしてる寝かしてるっていうのこのあでもそのまま仕込んで1か月ぐらいたってでそれを普通に出荷はできるんでうん、うん、はいはいそれをだ大体飲んでる感じ、ね、はいうーんすごい泡盛り泡盛りを半年ぐらい、うん、作ってからあの落ち着かして今本当に落ち着かして 出す感じ<ー>、ね、さっきのやっぱりこのより混じって落ち着くっていうのは前ちょっと話したの前,前割り、うん、のイメージで聞いてたんだけど要するに泡盛もほら水割りするさ、うんはい、あれを前日とかに何かね、うん、なんかグラスとか器にやっぱ好きな分量で割っとくわけさ、うんはい、でやると水と泡盛より混じってより美味しく飲めるっていうああそういうことねそうそうそう、うん、<laughs> 先に割っとくとそこのイメージと今 ちょっと近いのかなって聞いてたんだけど、えー、でも、うん、まあ落ち着いてくるんですねやっぱりねまあ発酵してね、うん、ガヤ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 してるんだろうからな <laughs> へえすごいわ面白いな面白いっすよ、はい、なんか知れば知るほど、うん、なんかビールの飲んだ時の感想って多分みんな変わってくると思うから、うん、しかもあれじゃあ さんあれ今他の他社さんのも買って飲んで勉強したりしてるもう飲みまくってますねやっぱりどういうふうな醸造工程とかんかどこのタイミングでホップ入れてるのかなとか探しながら飲んでそうっすねへえそれ知ったら面白そうな気がする多分だけど沼だよ沼危ないと危ないアウトドアと一緒クラウトビールともねたくさんあるさ今すごいっすもんね県県内内だけででもすすごいいいじゃなかか今どのぐらある 離島回せると多分十ぐらいは、あるよね、はい。あとはまだこう免許申請とか、うん、店舗がまだ見つかってないところっていうところもあるんで、えー、またもしかしたら二三年ぐらいで十五とか二十に多分近づいてくるかもしれないです、ねえー。すごい。怖いな。すごい。<laughs> すごいっすね。うん、もう列車の戦いになってくるな。そうそうそう。まあでもね、<laughs> あとは一番強い県内でいくと。 ちょっっと待ってよなんか配信が失敗したんて<お>、ね、ツイキがちょっと落ちたねねうんちょ,ちょっと呼んでこうね OK です OK ですえーとじゃああと10分ぐらいなんでお店の告知せっかくなんでやりながら、はい、ねそうですねお店は一応あの沖縄女子短期大学の向かいのビルの1階で工場を併設でえ 定休日が火曜日あそか定休日があるのか毎週火曜日がお休みいただいてて5時から23時夜の11時まで営業してます夕方じゃ5時からでえっと閉店が夜の11時23時までやってますよとで、一応ラストオーダーが10時半ラストオーダーが30分前の10時半なるほどおおすごいで工場見学も今あの行ってますんで えまあ工場ってなかなか多分見る機会もないと思うのと、あとまあ僕もそのビール醸造に入る前まではどういうのか全然知らなかったんですけど、やっぱり知るとすごいわくわくするし、ビールのこの面白さ、作るときの難しさとかも伝えられるかなと思ううんでもうこう製造してる人ならではの意見ですよね、こういうのって。 すごいな機械の説明書とかもあれないんでこう自分でこう探しながら<ー>お湯をかぶりながらビールもかぶりながらやばっ <laughs> やば <laughs> まあそうですねそういう失敗も繰り返しながらやってる感じなのでん、はい、でもいわゆるものづくりっぽくてやっぱいいっすね、うん、そういうのはね、うん、面白そう、うん、でもそういう過程を経て世に出てるものがやっぱ美味しいっていうことだから、うん まあ、みんな酔っ払って帰ってもらったら嬉しいねちなみにこの今じゃあ見学とかそういったところってどんな問い合わせとかっていうのはお問い合わせ先お問い合わせ先は、えー、インスタの方でインスタグラムはいあ、はい、がりはまブルワリー今ちょうど画面に出てるあ<ー>がりはま、い、アルファベットねでブルワリーが BREWERY、はい、ブルワリーブルワリーが 英語で、まあ、醸造所という意味ですね。お<ー>ブルワリービール作るところってことね。フォローしてなかったよ。よフォローしてくださいね、じゃあ、マッキー先輩。<laughs> 今,今言いました、630になった。はい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 。はいじゃあ、そこの、えっと、インスタの DM からお問い合わせいただければ。ね、はいそこにあと、LINE のリンクもありますので。ラインはい、はい LINE でもね、そう、LINE 登録してもらえれば、まあ空き状況とかね、なんかそういうのも、問い合わせもできるでしょうし、おまけすれば、またツイキャス落ちたよ。うんあ、落ちてないか、あ、大丈夫だ、大丈夫だよね、なんかたまに落ちるらしい、そうそう、じゃあ、DM から、えっとその日の予約とか、そういうのはお問い合わせいただければ、はい、上がりはまブルワアリーで検索していただければ。 インスターヒットすると思いますので、はい、ぜひ皆さんチェックお願いします、はい、ラジオ聞いたよって声かけてもらえると、うん、おそしたら、あのーはい、クラフトビールの泡ぐらいはプレゼントしてくれるかな <laughs>、ね、<laughs> 嘘です嘘ですでもね今日はそんな、はい、リスナーさんのに向けて、はい、ズケラン工場長お土産持ってきてくれましたお,お土産ありがとうございますじゃじゃーん これね、まだラベルも貼られてないまだまだピヨピヨのピヨピヨのビールなんですけど、はい、これは一応新潟の方で、えー、ゴールデンウィークのイベントのうん、うん、え告知のためにビールとなってますで、一応ガがりマでも作っている、うん、クラフトビールと同じレシピで作ってきたものです、うん、なるほど。はい かり浜ブルワリの醸造所が出来上がる稼働する前にまあ同じレシピでまずは他のそういうブルワリで作ったと、うんはい、そ,そういうのって結構やるんだなんかんなんか青森ってあります、ね、そんなのなんかもあ,、ままあ新しいメーカーって今から出てこないと思うんですけどそんなに、うん、多分やらないと思うなんかそういう。 にしてまあまずは味を確かめてみたいなことか一発目の商品をじゃあほんとに食器のロットレアなやつだねスーパーレアっすねこれしかもね商品ラベルも貼ってなかった裏ラベルしかなかったでしょうそうなんですよこれをなんとなんと百名様2本2本ねはいだけどだけどこれはちょっとレアですよ2本1組あ2本1セット 種類は別種類は一緒ですこれはパイン果汁を使った IPA っていうスタイルでその中でも飲みやすい割とライトな IPA でセッション IPA っていうおおいろいろ出てきたねしかも一応新潟の水仕込みになってますんでなるほどなるほどそういうことでうちで作った上がり浜 IPA と新潟で作った IPA の味も店舗に来て確かめてもらえればその違いとかも分かるかなと思うんで 今なるほどね商品として出てるあがりはま IPA と同じレシピで作ったものがこれとわすごいやっぱ水でやっぱり変わってくる水はやっぱり重要そうですね違いますそうか青森も一緒だうんまあベースが水ですもんねそう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 やっぱり全然違ってくるからへえすげえこれをじゃあえっとリスナー特典ではいエフメラハさんにご提供したいと思いますんで取りに来て れる方なのかなえっとちょっと間でじゃあ局長に確認して第二はい2時間目でご報告しましょうとりあえず一組様限定二本セットあがりはまブルアリーさんからのえっと世にはもう出ないかもしれないそうですねもーパーで作れるんでもう作る理由はないからスーパーレア 新潟産上がり浜 IPA めっちゃ飲んでみたいな今度はじゃあぜひ行きましょうよ上がり浜ブルアリスちょっと行こうねぜひぜひマッキー先輩もまた向こうでもインスタライブやったら面白いだろうし醸造のタイミングとかあればまあ少し配信とかしていただいて確かに確かに全然大丈夫なんで了解します。いいかもいいかもちょっと検討しますぜひはい。 大丈夫ですよまだあと3分あるんで<ー>、はい、なんでそんな今締めにかかったんですか <laughs> <laughs> どんかしゃべりたいよくわワガたの話と草の話と昆虫の話の時じゃない時のこのテンションのこのこれよこれ今フラットな感じで聞いたなに、ま、た電てなまた電話なった <laughs> いやなんかラインがぶわって来てるけどだろうと思ってちょっと気になってよ今ひっくり返そうこ、ね、<laughs> うね さっき離席したからじゃないちなみになんかラジオでもっと伝えたいこととかないですか家族に <laughs> 家族になんか家族に伝えたい <laughs> ち,ちなみにあの「夜なばる」だからいや、これ流れてないよ <laughs> あなるほどいやだけどアーカイブ残るから、うん、あそうだね YouTube でねそうそうそう確かに確そに。そう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 そーそう,歌う <laughs> 次の出演のはあは、ズケラン工場長、酔っ払ったらいつもカラオケに行くっていう悪い癖があって、大大事事おとついもね夜中から朝まで行ってるんでね、彼。なんか吐き出したいのがいっぱいあるんだね、イベント後だったからね、そうなんですあれちなみにインスタグラムとかでこのハッシュタグ検索とかしてみた あ検索で出るかってことですかそうそうそう例えば一応「あ<や>がりはまブロアリー」とかそういったなんか、はい、ハッシュタグつけてそうううにフォロワーさんそうううに飲んだ人が投稿してるかなとあ<ー>何か作った方がいいねそうだねうん、うん、これあと1分もないタイミングでぶち込んできたね, <laughs> ね俺も今ぶち込んでしまったの <laughs>、うん、あとさ40秒ぐらいしかないんだけど今終わってからやってくれあいるよ いるでしょ、IDA あゆみさんっておお、この間の浴衣祭りでちらほら、ああ、確かに確かに、やっぱりそれがやっぱり一番強いからさ、宣伝として、そうね、来月の大綱引きも、ぜひ8月19、20、行こうかな、ぜひ来てください、駐車場あれありません、だってお酒飲むんだから、無理や、無理だな、大丈夫ですよ、まいや考えそうそうです。 まあということで、マー先輩、今日も、じゃあ、今日はゲスト、上がり浜ブルーアリーから、工場長、ズケランさんに来てもらいました。で、第1部、ここで一旦閉めて、ツイキャス、YouTube はそのまま引き続き、で、第2部は4時から、また、今日ゲストが来てます。おゲストが来ましたか、ありがとうございます。ということで、ズケラン工場長、今日は、すいません、忙しい中、まだ戻って、工場見学だと思いますんで、明日の仕込みの準備をして、ありがとうございます。頑張ってください。じゃあ、い旦たこの辺で、ありがとうございました。バイバイ。 Thank you.

前半後半ゲスト入れ替わってもうまさかのねねなんかバタバタな感じで初じゃない多分2人ゲストゲスト来たっていうのはすごいね初めてそうなんですねゲスト番組になりますゲスト番組になっていこましすよろしくお願いしまょよろしくお願いしますということでマッキー先輩今日のゲストはい全国大会出場専門学校ソラーからとわくん よろしくお願いします。お、こっちな、ちょっと大きい声で喋ってな。オッケー、すみません。日本語大丈夫？日本語大丈夫です。大丈夫、オッケーオッケーオッケー。大丈夫？はい、大丈夫です。オッケー。どういう何の全国大会まあなですか？なんで？とバスケットボールの全国大会、専門学校が集まる全国大会で、うんそれの沖縄代表として。おお、すげえ。確か去年は三位だったっけ？去年は三位です。はい。え？自分は。 今年新入生で今一年かはいで初めてこの空に入って全国大会行くので去年は三位という結果で残してくれてたので今年はあ去年は全国三位全国三位去年は全国三位取っててすげえ今年はもう一位取れる優勝できるように頑張りたいと思います全あの四十七都道府県からあそうですね代表の専門学校のチャンピオンが集まってはい。 はあ、すごいね。うん、ちなみに沖縄専門学校でバスケ部ってどのぐらいあるの一応、たくさんあるんですけど、那覇日系とか、トーナメントだよね。はい、あるんですけど、でもこの全国大会に,、うん、に出るチームは、うん、シーバっていうチームがの学校がありまして、CIVA と、えっと、3日間にかけて試合して、そのうち 最初に2勝取ったほうが全国いけるってことでへえなるほどなるほどそういう感じなんだはいそこだけはなんか B リーグっぽいっすねちゃんとチャンピオン決めるみたいな一発じゃないそすそう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 僕らがよく話するやつねへえ面白いそれが来週来週行くんだっけ来週の日かからら月 お、全国大会どちらでですか。東京でやります。東京広いね。東京のどちらで。羽田羽田空港の近くって言ってましたまだ分かってない。あまりあまりよくは分かってない。まあ沖縄の人、土地勘内いの土地勘。あんまり分からない。飛行機乗ったらオッケーってことですね。はい。飛行機乗るとき靴脱がんと。あ、多分自分の足の匂いで。あ、じゃあじゃあ臭いとまでもいよ。大丈夫大丈夫。 <laughs> だなすごい実は今日、はい、今一緒に月曜日バスケやってて僕はちょっとずっとあの子供の入学してからちょっとタイミングがなくていけなくて今週2か月ぶりぐらいにやったんだけど最近ずっと一緒にやってて、うん、ででこの資金造成の T シャツがあるってことでちょっと T シャツ注文してて、うん、で今日の昼 T シャツ渡せるよって連絡したからあ「じゃあお前ラジオ出るか?」って言って。 その開始から今日このすごいなと思っやけしじゃなやっぱマッキーねでその T シャツは着てないない持ってきてないってんだそりゃ学校にちょうど忘れてしまったすごいな何しに那覇まで出てきたんだっていうああなるほど専門学校背負ってるね素晴らしいすごいへえんか専門学校のバスケってあんまり拾ったことなかったんですけどね あまりね当たらないさフォーカスっていうかね社会人と一応混ざってやってるのかなはい社会人と一般のチームと試合したりとか社会人の大会にも県内の大会にももちろん空として出て出てますへえそうなんだすげえへえ来年からなんですけどバスケットボールコースっていうコースができるんですよ空に はあこれ今そのバスケットボールだけで生きていきたい人とかいるじゃないですかプロなりたい,っていう人とかいるじゃないですか、うんうん、その子たちに向けたコースが,ーができです,ーすごいから県内ってそんなないよねあまりないです全国でもちょっと珍しくない、ねはい、全国でもやっぱり強いチームとかあったらやっぱりバスケットコースってあるんですけどやっぱり沖縄にはそういうなんかバスケットボール コースっていう、なんかね、そこはあんまり影響してないんですよね。んねあんまり広まってもないですしあ。あんまり聞いたことないね。ここで、今回広めて、<ー>また来年。も上手な子たちが、入ってきてくれたらなと、まあ。昨日、全国でもバスケットボールしてる率、一位ですからね。そうで、なんかまた、ほら、キングスが優勝しても、やっぱりバスケ率上がってるさ。うんうん、やっぱ、そこを目指す人増えそうな空気あるよね。うん、そうっすよね。うん えでもね今やっぱキングスのアンダーのカテゴリーのチームとか、うん、まあクラブチームも結構あるじゃないですか今ねそこで専門学校としてもなんかそこにそ<う>ちょっと、ね、挑戦っていうかすごい、うん、<う>アンダー18終わった後にじゃあ次どこ行こうかっていうところで、ね、大学行くか選択肢が一つ増えるってことだよねそうだね、うん、そうだねそら、ねえー、ってあれなんですよこの二年間やって、うん、で 2年間やるじゃないですか。そしたら大学とかに編入ができるんですよ。だからこのバスケットコース2年間行って、あと3、4年間大学ってあるじゃないですか。その3、4年間を大学で過ごすことができるんです。よ編入ができて空は。そこもいいところである。なるほどなるほど。へえ。はあ面白いな。バスケットコース作るってことだからやっぱちゃんとその指導できる人が。はい。もう先生が やっぱりすごかったんでうんこれは名前出してもいいの大城徹先生です大城徹先生、すごいです,す,いです誰分からん北いあの…中城高校だったへぇ、えー1997年のインターハイでインターハイ出てるっすへえー。ー97年って俺なんかぐらい全国で3位になった時じゃない<ー>全国準優勝準優勝だった あ,あそこまであんまり詳しくない先生のことはあんまりお話ししてけばよかったはいはいなるほど多分97年ってった俺なんかぐらいだからちょっとそう俺なんか一個下がえーっと北中そう全国で準優勝かうんじゃあ自分の知り合いの同級生の可能性もあるってことですしあのあのちょっとその北中が強かったときにその時 あのその時代って、ほら、スラムダンク見たら、だからけども、もめっちゃバスパンとか、ピチピチだったんゃすよ、はい、北中がね、ハーフパンツ履いて、全国出るようになって、あれがもう、ブーム、全国になって、うん、あの、ダボっとした、そうそうそう、元 B リーガーの,あの、あの B, B リーグで言ってたかな、中村直人さんなんか時代の多分メンバーじゃないかな、もしかして。 あの時代ああ、中村なつさんも B… B には B … B にはいないかもしれなつけど BJ の時はね <J> エベッサで大活躍でしたからね、うん、はい。とかその同世代ぐらいアダニア・ケンターはガードが行ったデージュマイのへえー。今県のなんかやってるはずどっかでやってるはず、うん、とかすごいあの時代ぐらいじゃないかな多分うん。でもなんかそうやって沖縄のバスケ界の こう歴史を作ってきてくれたうん、うん、先輩たちが次の世代を作っていくかい,い、ね、うん、いいでそれがなんかこう、ね、もちろんプロになれればもちろんいいし、うん、なんかそういういバスケットで、ね、スリバイも今あるしなんかいろいろバスケットで活躍できる場所って増えてきてるからなんかそういうスポーツを職にするっていう夢が広がりそうでなんかいいですね。あとなんかこういうい 学校通ってやっぱバスケの勉強するわけでしょ、はい、そこでやっぱり今度この人たちはコーチとして、うん、クラブチームとか言えばほら、はい、今中学校とかもあの指導者も外部委託しようってほら働き方改革で、はいはい、そうなってくるからその職業でねコーチの仕事ができるっていうのがもう近い将来できるからそう,だねそういうのが市場として出来上がった時にねこういうとこからの卒業生ができればいいのかなってちょっとイメージしてるけどすごいね。面白い でもぜひ目指してくださいよ、とわくんも。ありがとうございます。頑張ります。やっぱプロ目指してるってことまあまあ、まあ、いけたらいいなぐらいのあれの気持ちはあるんですけど。そこは弱気だな。どっちかというと、爬虫類ウ行きたいです。虫類、爬虫類大好きなので、爬虫類おうちにいすぎて、多分、ちょっとびっくりしますマジかした。 近くも、あれ、昆虫、爬虫類もいたっけ。ファミマの上っすよね。あの、国際通りのところですか。すぐそこの。のあ、ち、ボールパイさんとかいたはず、確か。行こう、行こうと言って、行けてないね。はい、爬虫類の話は、今度にします。はい、わかりました。え、ちなみに、とは、いつからバスケットやってんの?。僕は、小学校三年生ぐらいの時です。ていうか、なまってるな、ちょっとな。なまってるな。 どこの名どこれな聞いたことないもしかしてあれじゃない名護ああ一応名はちょっと混じってるかもしれない混じってるって何ちょっとたまに出るんですよあのもとまあ少しの期間だったんですけど名護に住んでたんであそうなんゃ名護ではないと名護じゃない正解をお願いしますどこの名まりわからん からないです、緊張してるからかな。あ緊張してる、これ、空ね、専門学園、空の皆さんも聞いてますから、技能で、これがもう、YouTube とかに残るからね、頑張りますよ、これ、アーカイブ残るよ、これ、経験、経験だからね、はい、で、小学校3年からバスケットをスタートして、やってて、で、今に至ってるって感じです、ミニバスでやって、中学校も。中学校は やっててなくて、うん、中学校は一旦バスケから離れたんですよ。そっからやっぱでも高校になってバスケしたいってことでうん、うん、一般のバスケットチームを探して、うん、そっからバスケまた始めました学生バスケじゃなくてもう高校から一般と言ってるわけど。えー、ちょっと異色,な異色なバスケット経歴だよね。はい、なるほどやっっっぱり一般って言ったら このプロを引退した方々が、うん、であのいたりとか、うん、よくあったんで、うん、やっぱり一緒にプレーしてって楽しかった、うん、とかあとはやっぱりこのプレーとか盗めるじゃないですかやっぱりプロってやっぱ人とやっぱ違うところがやっぱあるんでだからそこ一般にとって自分は後悔はないかなと思ってます。うんうんあの 高校バスケもねいいんだけどやっぱりもう社会人になるとやっぱりそのいろんな経験値を持った人が来るからで学生バスケみたいなその硬さがないからそういう意味ではやっぱり一般バスケはありなのかなと <laughs> <ん>確かに、うん、どこのチームいたのえカネチャクラブにいましたカネチャにいたんだはははいはいはい,はい、はい、おおすごいすごいで今に至ると、えー、でもちょうどそんな今、まあ、こう専門学校も全国大会 <laughs> でまちょうど高校もインターハイやってるじゃないですかね、あの沖縄からは女子は西原男子は未来校歌で昨日は未来効果が1回戦突破おすごい今回はインターハイ北海道ですけど地元、駒大苫小牧90点を取って勝ったっていうなかなかすすすごごいいね、サイズはちっちゃいはずだから。 90点取れるかやっぱりまだ沖縄のバスケもいける、出るあとはよく僕らのこの番組でも出てきますけど開、うん、志国際高校の平君も昨日うスリー、はい、ポイント3本決めて、うん 1>, はい、1回戦突破っ,ってなんか記事出てましたけどんあと福岡第一も、ね、今から崎山君出てくると思いますけどいろいろまた活躍出てくると思うんで十和<ー>、ね、君も下の世代もこうやって頑張ってるからね。はいなんか やっぱ一般のカテゴリーでやってるとレベルまた上のカテゴリーでやってて全然違うと思うんだけど <laughs> ぜひなんか上目指してほしいですよね、うん、頑張りたいと思いますね、ちょうどそしたら8月はまたワールドカップとかもね沖縄あるし、はいね、なんかあ今日ちょうど30日かあそうですね、うん、ちょうど30日前昨日なんか1ヶ月でって日誌はやってたから、うん、そうですそうですそうです <laughs>、うん、で先週でしたっけ週末は韓国戦 日本代表韓国っていい相手ですねそうっすねフィジカル強くて近くてでかいしでかいしき抗してるしそうっすよねでキングスからも渡辺裕が復活してスタメンで2試合出てましたねちょっと心配でしたけどねちょっと出てなかった出てなかったですからねなんかちょっと怪我でそのまま出れないんじゃないか説もありましたけど問題なさそうだし なんかやっぱバスケねそういう大きいところの、うん、まあビーとか日本代表、うん、今回フィーチャーされてますし、うん、まああとは NBA もね渡辺裕太とか八割よりもね、うん、大活躍してるんでバスケに対する注目って今すごいと思うんで、うん、なんか専門学校でもねなんか全然自信持ってなんか頑張ってほしいなってそうだね本当に、うん、<laughs> いやまた面白いのが今身長いくつある80ある80ありますあるんだけど。 専門学校では聞いたらポジションは5番なんだけど全然外も5番,5番4番なんですけどあ,あんまり自分フィジカルがないんでもうほぼ外にいますああだから結構プレースタイル見てるともう走ってからガンガンもうアタック仕掛ける本当に3番とかうんのタイプだからどんなプレーが得意ボボルボルみたいなやつですすかあ, <laughs> <laughs> あれめんぜんけどすごいねごめん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 ,ごめん <laughs> いいよごめん勝手にった外っ外てやっぱす スリーとか。いや、自分はあんまりシュートは得意じゃないですよ。あ、ディフェンス起用で使ってもらってます。あ、はい、自分はもうディフェンスが好きなので。ボルボルですね。スパム長そうだしうん、ボルボルです。ねス多分一応長いです。ディフェンスだったら、やっぱり。あの。このプレーの前を考える。あるじゃないですか。どこにパスするとか。 やっぱそういうのを予測してディフェンスするのが楽しくて<ー> <laughs> ディフェンス楽しいっていうのはなかなかいいねすごいっすねオエンスが逆に苦手でうんだからもうリバウンド取ったら走るみたいな自分なんかは走れば好きなで、うんでへぇまあ今ねポジションレスが流行りですからねはいはいなんかそういう意味では5番もアウトサイドで出会えるっていうのは逆になんかディフェンスの方がこう線が細いと大変そうですけど、うん、なんかその辺って どうななのかゴリゴリ来られるといやもうゴリゴリ来る前に前から自分は当たらないなるほどなるほどもうボール持たせないと相手の4番5番をマークする感じまあそんな感じ3番三番4番ぐらいああとはもうリバウンドの役目だったりとかへえすげえな結構一緒にバスケやってる時は結構何ていうの ボール運んんででで結構自分で切り込んでいくって感じだから<い>ただもうやっぱりスピードがもう全然違うからまあ10代とよいやもう親子ぐらいるそうですよ、うん、うちの長女と変わらないそうですよね<ら>それはついていけるわけないよもうなんていうのもう攻めるなんていうの止めるのも諦める <laughs> とりあえず見とくみたいなそれ練習ならんさ汗かきにってる感じなまらないように。 なるほどね。シューティングとかもできる。シューティング。<laughs> いやもう本当にそんななんですよ。いやでかもう年齢がもうみんな、おまあ俺は一番上だけどやっぱ四十代前半半ばぐらいだから。<へー S 1> まあ最近動けるのも少しずついるけど。<うん S 1> で若いのがまあこうこ来て四五人ぐらい来て。へえ。 ややるけどやっぱ一番怖いのは、怪我させるのが怖いから逆に俺たちが。無理に、んていうの、こっちが意地張ってやって、こっちが怪我するのも嫌だし、逆に怪我させると、また全国大会と部活があるから、っていうところがあんまり無理しない。っていうのは心がけているというか、うん。まあでも絶対そうですね、それは。結構、その中でもガンガンアタック仕掛けていくから。<laughs> 怖い。 怖いね怖いいいったりしたって言われうちょっとした隙間が見えたら行きたくなるんですよすごいねだからそれが今ディフェンスっていうから意外な感じしてやっぱなんか試合になったら緊張してしまって。緊張しなんだねこのマイクもそうですね緊張してるうわ一番じゃあそのちゃんとした公式戦みたいな試合で自分が一番気持ちのいいプレーってどんな瞬間ああいいですね スチールだったりとかディフェンスをやっぱりガツガツ守ってあとはもうそれをなんかうう打たした感じにああタムショットをねもうスチールとかブロックとかじゃなくて,なくてもう打たせた,みたいな時間なくなって打たしてそれを自分でリバウンド取りに行くみたいく感じのプレイが一番好きなああめちゃなんだクロうっていうくろうとっすね <laughs> <あ>はいオムレツからしたら嫌だね もう自分なんかやっぱり走るバスケなので,で、ね、リバウンド取ったらもうすぐ攻めるみたいなトランジッションの切り替え大事だね、まあ、全国に行けば余計になんか、ね、身長も低いし180のポイントガードでさえいるぐらいですからねだからね、うんうん、そうですよ、うん、部員は何名ぐらい ?13 結構ギギリリだねギリギリだね。ギリギリだね そっかーすごいなーええー、いやなんか専門学校のバスケって聞く機会ないからねなかなかないっすね学生バスケ自体がうんいつもこっちで NBA か B リーグの話最近 NBA がほとんどないそうっすね最近はオフ,オフだしっていうは,はいオフなんで、はい、NBA 見たりする ?NBA あんまり見ない全然、えー、B リーグは B リーグはあ B リーグは聞こえます見<る><ー>好きな選手とかなんか憧れとかっていうのは <laughs> ああいいですねナミザツナリト選手あーファンタジスタですかそうかいいよなやっぱりねまあなんか県内でワスキやってればまあ憧れのスターですよねナリトはいやでも定期的にハイライト見たくなるっていうなる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 わかるこれなるっすねけどあれだねあの本当に今度 ね群馬がどういうバスケットする本当に大会毎回ねッキー先輩もう本当にそれ楽しみで水飲む水飲んできてるやば群馬ね乾燥してるからねこっち群馬いやいや一回マイク落としとこうなそうですねそうやっぱりあのランドガンまあランドガンになるでしょうねなんか今度一人なんか外国籍の人なんか入ってなかったちょっとニュースちらってしか見てないけどあでも立ってるはずです群馬はいなんか どっかどっ,どっかで、うん、なんかな俺もちょっと昨日酔っぱらってる時見たからはい、はい、もう記憶にないんだけど <laughs> なんかごっついの入ってるような気がする <laughs> いやでも群馬いいっすよ多分来シーズンは、うん、成人中心にちょっとある意味キングス以上にちょっと注目してる俺<あ>個人的に僕来シーズン千葉かな <laughs> うんジェッツがまあ今回大量に選手抜けたじゃないですか ジェッツがまあとはいってもその前のシーズンもダンカンが琉球に来たりとかなんか結構、主力抜けた中で今シーズンそのリーグ新記録の連勝を作ったりとかやったんで千葉はま,またなんか面白いバスケしないかなっていうのは結構、注目怪我から復帰の選手もいるしか千葉なん,かなんかいいんじゃないかなっていう。 セバスチャンさんは今度 B リーグどっか注目のチーム来シーズン。来シーズン。まあ、キングス以外で。はい。いや、キングスでもいいですよ。今はマッキー先輩は群馬、僕は千葉。渋谷あー、渋谷ね。あとムーさんも頑張ってほしいああムーさんね。ビッツにすぐ。上がれるように。うん、渋谷はね、確かに田中大輝が行って、あと、日本代表の木下選手。 名前忘れしてますけど俺も出てこない彼がいてギャビンギャビンじゃなくて今ホーキンソンがいてでベンドラメンたちも残ってますからねなんか確かに知らないやらかしそうなヘッドコーチルカですからちょっと面白そう確かにこっち面白そうさあトア君 とわん注目はどこのチームかな。いや、やっぱ群馬です。ああ、群馬、あやっぱ成人ね。そうだよね。成人ね。フリッピーも行くしな。フリッピーも行くしね。辻さんも行く。辻の後も行くからね。カードばっかだけどね。いや、私も平面バスケをど、どんな感じで、のどういう企業の仕方するのか。どうするんですかね。まさか三人出てくるってないさ。いや、分かんないっすよ。いや、分からん、だから出てきたら。出てきたら、めちゃくちゃ面白いんじゃない。なんか、面白いんじゃないっすか。 みんな走るし、うん、それ俺の中身でちっちゃいのは <coughs> もうやっぱりあの平面やっぱあの,その切り替えの速さとか<ー>そのアタックするスピードそこは見たいから、うん、いやほらなんか息子が今ほらバスケット始めてるさやっぱそういうの参考になるなっていう目線もあるから、うん、確かにああいうハンドラーたちって、うん、オフボールの時の動きってどんななんですかね,うまいんすかねでも 辻直人はシューターなんである程度こう剥がしながら多分開空いたら打つじゃないですかフリッピンとかはねだから成田はボール持ちたがりなんでどうですかねそこがこう,うまく共存できるのかフリッピンと成りと同時出しってどうなるんだろうとかそうね外があんまりないっていう外からの切り込みドライブかななのかみたいな。 まあフィニッシュはできますからね、あの二人は。フリッピンは3番もできるかまあまあまあ、上背的にはあとディフェンスがいいですからね、あの二人はね、まずはなんといってもまあ結構苦労するんじゃないですか対戦相手のガードはなんかこんな極端なチーム面白いね、面白いですよね、面白い、面白い個性的で。 サンズじゃないけどい誰がボールを打つんだって全部アイソレーションじゃねえみんな一対一？アシストが一番リーグで少ないチームが勝つみたいなになるとトレンド変わるだろうねガードレスが今トレンドになってきてみんな1対1みたいなねでも群馬もそれありえるんじゃないですかうん それが面白いかどうか別に。そう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 。まあ、でも、勝てればね。ああ。やっぱりファンとしては。うん。うん。うんで、ね、好きな選手が活躍してくれれば。でも。川崎みたい。作戦その人になると。はい、作戦その人になるとね。そうっすね。うん。まあ、まあ、まあ、でも川崎もね、うん、いいチームだ。ねいや、川崎でね。めちゃめちゃ強豪です。うん。うん。うん。あとは島根ですね。僕、注目は。ああ。はい。 島根誰がいたっけ？島根は日本代表候補の安藤誠也ってポイントバルとか、あとは元キングスの津山翔太とか。津山はい。津山島根かあそっか、はい、そっか。ね、っかあとミスタートリプルダブルがいますね。あのー、はいまた名前ど忘れした。外国人？外国人ね。名前が思い出せないですよ。はい背番号二番最後パスミスしちゃったあのあプレーオフで。ーはい。 はい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 名前が分かるかビューフォードビューフォードはいビューフォードはいあとオーストラリア代表のセンターのニックケイもいるし、うん、ーオーストラリアだよはいニックケイは出るのかなニックケイはオーストラリア代表出ないかな出るはずです出るはずですでもオーストラリアってめちゃくちゃ強いよねめちゃくちゃ強いですよ、うん、セバスチャンさんの好きな 電子物は出ないです。出ない。出ない出てもう好きではもうもう出れないですね。そうなんですよ。面白いですよね。まあキングズもね補強悪くなかったと思うんで。今度誰か入ってよねまた。オールスーナえっと外国人。あビックロ。はい千葉から来たし昨日発表があったのはなんか練習生でしたね。あらかわそうくん。 北海道から去年プレーしてた選手ですけどちょっとでも出れればいいですよねまあそうすね多分練習生でやっててよければ上げるんでしょうね去年の植松みたいにポイントガードもう一人あるかなと思ってたんでそれの仕込みかなって気しますけど多分そんな感じでポイントガードはそうだと思いますよ。 そこだからちょっと楽しみだけどいやー楽,し楽しみです、楽しみですあとはまあ、はねそのメンバーが集まってるワールドカップ、うん、いよいよ選考も大詰めじゃないですか、うん、でいよいよ渡辺雄太も合流じゃないですか、うん、28日間なんで NBA ってだから誰が残るのかっていう僕意外に原修太頑張ってるなっていういや原、腹残ると思うね<え>。うん 見てるトワ君ワールドカップ、はい、腹すげえよ、うん、腹もうトワ君みたいなディフェンダーじゃないですかもともと何でスリーポイントあんだけ決めるっていうあれ残るかもなってへたした川村がよくなかったらよくなかったらねあの怪我がはいはいうん、うん、まあ今あのー、三河の左利きの西田をポイントガードで使ってますからねうん、うん、バックアップ的になんかああいうのも まあ神村がどうなんかなっていう。川俣って。川俣はいはいはい。すごかったじゃないですか。あのー、韓国センターでね。うん、あんなすごいいい選手だったんだって。なんかいわゆるあのー、オールドタイプのセンターですよね。B2？、うん、<B 2? S 1> えっと川俣はえー、っと B1 ですね。B 番か。はい。うん、あのー、やっぱりがい。 国籍選手が多いポジションじゃないですか、うん、4番、5番ってだから、なかなかね、うん、ヒューみたいにやっぱり普段のプレタイムって短いんですよね、うん、あの辺の辺それが課題よね、ビヨンバスケの。うん、うんそうだから前みたいに 前の BJ みたいに外国人が出れる人数をクオーターによってずらすっていうのはありかもなっては思うんですけど、ねね、で日本人ビッグマンが一人はいないと無理だよっていうアウェイとホームで逆にして強制的に1号クオーターと2クオーターだけでもはいはい、はい、そうなんですよね、やっぱそこは1、ね、2、1、2と2、1、1、2にしてやったらあれでもマッチアップしないといけない。 需要は出ますよね日本人ビッグ絶対出ますよね、絶対出るそれがね、やっぱ、キカ選手だったりとか、アジア枠が今、来ちゃったから、うんなんかそこで埋めちゃってるじゃないですか、うんうん、トレンドみたいになってるし、なんか、<あ>サーバーが切れてるって、お気づかんかったもんめっちゃこっち見てた、えっと、なんだっけ、ツイキャス 今日落ち落ちやすいですね。今日なんか夏休みになって落ちて、<え>うんなんか不安定になってます、ね。夏休みのせいですか。わかんないです。<laughs> ただここ何日かなんで。あ、そうなんですか。初、うん、<ー>めてね。ってことは休み学校休みのちびっ子たちがよく見てるってことですね。<laughs> うん、なんかネット <laughs> ネットね。なるほどなるほど。<ー>ええー、ありがとうございます。なるほどなるほど。ほどそうなんです。とわくん結構日本代表とか追っかけてないの情報。 あんまりやっぱでもプレイヤーって結構自分ああなるほどなんか参考にするとかさやっぱりでもやっぱり涙と成田さん成田は結構こうポジションとか役割とか違うじゃんそこは置いといてもやっぱり涙と成田はやっぱ涙さんみたいなやっぱりドリブルだったりディフェンスだったりとか パスだったりうん、うん、もう全体見えるじゃないですかそれをやっぱり自分は真似しちゃいなと思ってなるほどあん,、まあんないい選手いないあんないい選手なかなかいないよ自分,自分はもうそう思ってるいないいないいないやっぱこれ沖縄のツートップね岸本と、うん、成田と、うん、憧れるのそうですね、うん、やっぱりね 山城とかって言ってほしいんですけど。屋敷。<laughs> 屋敷。屋敷。<laughs> <屋>はい。まあでも、かつてはね、やっぱり。金城しさんとか。しげ。あとは。まあ、たきしさん、直人さんとか。まあ、それこそさっき言った中村直人さんとか、結構、まあ、いろいろたじゃないですか。こっから、やっぱり、今の世代だと、やっぱ、あの、二人ですよね。やっぱり、ドリブルとスリー。ドリブルとスリー。やっぱり、あのスリーは違うの。 あれじゃなくてディフェンスがいいんだやっぱディフェンス好きだしやっぱり3も上手くはなりたいですけどやっぱりディフェンスとやっぱりドリブル、パフォーマンスパスパフォーマンスもこんなやってね BJ の時はねだから金髪ってあの時巻いてましたよねじゃあ今から多分巻くと思いますじゃ伸ばさないといいねいいねやっぱりねディフェンスの中身でアグレッシブさアグレッシブさはやっぱり 子供たたちは見方がいい、んにそうっっすねやぱ一生懸命頑張るっていうのは見せたほうがプレッシャーのかけ方とかあとアンダーシャツ着て着るっていうそうアンダーシャツを先週のやつしてたアンダーシャツを着るっていうアンダーシャツちょっと自分でデザイン入れてるわけデザイン入れてるでいいのかあの半袖のアンダ黒のアンダーシャツ着てたんだけどしっこよく見るとなんかギザギザで。 切れっぱしっていう。来週月半袖のアンダーシャツじゃなくて長袖を自分で切ってるっていうの。長さが長さの好みがあるんでしょうね。切った。それを真似した方がいい。あ、で真似します。そこ突っ込む。ええチェンあとなんかよくキングスの選手もそうだけどな、ブーブーだっけこうなんかあの丸い。吸い取るやつですね。取るやつ。あれなん 悪い血液をそうそうそうなんか見たことあるあの内出血封じのねそう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 スカイホッピンだってなんかのあそうそうそうあれあれやってやってあれ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 ねどね売ってるのそういう機材がそれとなんそういうなんかなかそのいやそういうところがそうそうあるすあるなんか空気圧でこう要は内血なんか血を 取るんだよなんか悪いのがドロって出るらしいそう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 キングルさんですよ、めっちゃやってるっめっちゃやってるよね、ガード陣とか今マとかすごいっすよねねずっと後ついてるしすごいさ、だからやっぱりねなんか俺もだからそのかリンパとかああいうとこになんかやって血するよくするとあんななのかなってふうに言ってたけど取る。今度ちょっとちゃんと調べてきたほうがいいっすねそうっすね、そうっすねなんとかカッピングだった気がするけどその辺どうなの専門学校生。 自分はそこ習ってない習ってないか、けどお前、高校生はやってたよ、あの、最近増えてますね、やっぱ見かける、試合見たら、やっぱり丸いやとがたくさんついてたじゃあ、やっぱちゃんとトレーナーついてるところとかは、やってんじゃないですかちゃんとエビデンスね、ねできて、キングスも去年、昨シーズンぐらいからじゃないですか、結構やってるの、いや、三里とかも、あ、成田やってたと思う。 確かああそうだなそんなイメージあるわうんやばいこっちまたサーバー切断されてるんだけどあでもこっち生きてますよああ今止まりましたちょっと見てもらっていいですかさあさあさああ。あね本当にねあれなんかじゃあ調べてきますよねちょっときっとなんか老廃物が取れるとかそんなんじゃないですかほうれい線とかなくなるから顔にやればいいんじゃないもう顔に 死に後がつくはずよ <laughs> しかもそうだけどここにやればアンパンマンや <laughs> アンパンマン <laughs> 死ぬって高くなってるけど <laughs> <っ> <laughs> 死になさいそれで毎日ほらあれあのゆお湯着会じゃなくてなんだっけラジオ体操やったらいいじゃないですか <laughs> 子供声検診。<laughs> あだけどラジオ体操やっぱ朝から動くと気持ちいいよラジオ体操の話だったうんもう12年目突入さすがですねす歴史を感じますねそうもう一日も休ます 二日酔いでも行くバスケはそれないんですか一日も休まずっていうのはバスケはだけど一応なんだかんだずっと続けてるからこう俺高こ校うこうからしかやってないからさ高校からやってこのコロナでちょっと一回折れてしまってもういいやと思ったけどやっぱり今子供がやってるからやっぱ教えるっていうかやっぱ見せんとなってところでちょっと先今週久しぶりに行ったって感じどんなプレイヤーですか 喋ってる喋ってるだけ走れ走れ指示者権力をつく動いてないそそう口だけ動いてる上にずっといてスリー打つ準備してるというボールが回ってきたらね届く届くマッキー先輩ボールスリー打つ入るときは入るけど入らんときは入らないそれ練習不足ゾーンに入ったらもうシュートマジ一応トミグスクの岸本 そんなななじゃないっすよよだフリースローだったら段割り入る <laughs> フリースローなか分からんどんなだろうもう考えたこともそのフリースローってシチュエーションほとんどないであ,あそっかそっかそっか <laughs> あれはそうだよねそうそうだよねあのちゃんとね中にかっぺんにしないとねそうだよねいやもう怖いもうかっぺんにするのも怖い気がするのも怖いから <laughs> いやだけど、うん、楽しいやっぱバスケ、うん、体動かすの大事だよ、うん あ、僕ですか今日空いてるよどこ帰り、場所買ったりさ定休日じゃないみたい、今日空いてるよお、そうなんだ夏休みだからだ多分捨てばえあ、そっか、水曜日はい、水曜日定休日なんですけど今日空いてると思ってニューバランス、ニューバランスの場所買ってからいや俺ナイキじゃないとダメってあの 言われてるんですよ遺言に書かれててああなるほどそういう契約をなくしてはい個人契約結んだんだはいそう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 大丈夫大丈夫神のお告げがあってもしくはカイリーみたいに中国のメーカーと契約を結ぶかいねカイリーんか俺が持ってるの3だったかなプレミアついてるってでしょほらあのバックボードのノブさんバックボードのノブさんと友達でああそうなんですよ僕はい 今度また連れて行きましたけど、ノブさん。そ,んね、それでスリープレミアついてるよって、俺、前スリー入ってたから、はい、今、あんまり破格してる。<laughs> はい、ちょっと消耗させないように。でも、外ばきなってるからなあ<ー>、まあ。長男と今月は強化月間で、ュラさんビーチとか行こうとしてるから、そこで履こうかなと思うけど。うん、バスケしてますねうんすねごい 先週のゲストのねテレアさんもすごかったですけどみんなすごいですねバスケばっかりやってもう毎日のバスケのニュースを追っかけるのでもうな誰が何億で京都かジェイレン・ブラウンですよねこんな行くかみたいないやあの契約延長したんですよ5年400億円意味がからない年俸40億。 じゃない、80億セルティックスすごいっすよ史上最高でなんでしょうあそうなか ?JB がすへえすごい年俸80億ってやっぱプロ目指した方がいいよす頑張りまプロ目指した方がいい頑張ります富樫勇樹80人分だよ そんだけ収入もあるってことでしょ、それ出せるぐらい、そうですよ、借金ではないでしょ、まあもちろんね、キャップとか考えてないはずね、本当ですね、まあでも、セルティックさんもね、あの二人、ジェイレン・ブラウンとテイタム二人が、もう絶対離さないはずだから、シックサーズって、この二人を完全に安全に取れてた可能性があったそうですよ、シックサーズはいつもフルツとデッシモンズになってる、セレクトが悪いんですよ、ドラフトの。 た多分だめですね当分だめじゃないですかエンビードの結婚式にハーデン来ないシクサズのあれ全消しってハーデンもねクリッパーズ行きたいってずっと言ってるみたいですけどなかなかまとまらないしリラードもねヒートに行きたいって言ってるけどまとまらないしいいよね自分があのチーム行きたいって言ってお金もらえるってめっちゃよくないですか ということ今言うんだと思って今、知らなかったからでもやっぱフリーエージェントだったらどこでも自由に契約できるけどやっぱ俺、これ違うなって思うねトレード出せって、出さんとし試合出ないぞっていうのはそれ潔くできてしまうのが日本人にはわからないっていうまあ確かに確かに確かにそれはそうですよね人としてわがまま言ってんじゃんそうですよねそう捉えるよね でもなんか最近ちょっとトレンドじゃないですか、これ、<うん S 1> スーパースターの移籍のしかたで、なんか KD から始まりに、<laughs> シュモンズとか、わかる、この話、<laughs> あの <laughs> <全然 S 1> NBA に追いついてこないのか、全然、あ,あんまり追いついてないですあんまり追いついいつてないね、NBA ね全然、あのーこのチーム嫌いって、契約してるのに嫌いってなって。はい でトレード出さんと試合出ないよーって言ってわがままが通るようになってきたっていう,うあなるほど、うん、すごい、うん、それ言えるだけのプレイヤーなんだよねまあ<た>トッププレーヤーとは言ってもっすよ、ね、とはいっても大体もう結構年齢もいってるし、うん、30代前半から仲間みたいな、うん、だ最後優勝したいんですよねあいつらはきっと、うん、だったらミニマムでどっか行けばいいよって思うあミニマムでね <laughs> <laughs> そこはプライドとか意地とかなんでしょうね B では多分そんなことないですよね B リーグではね干されて終わるんじゃない干されて終わりますよね日本はそれちゃんと FA まで待つからそうですね確かにだから遠く遡ったら笑顔すぐるぐらいの話しかも相当さかのぼったら笑顔すぐるわかる

やっぱ変な広島とかロッテとかと契約するより何年か待ってソフトバンクと契約した方が全然お金もらえる <laughs> まあそうですよね、うん、ごめんねちょっとついていけない野球の話からね、うん、しかも昭和の話 <laughs> 元木とかもうね、うんうん、コーチってじゃあ何の話にします ?B の話にしますかそうだね <laughs> なんかバスケの話したいのあるなんかこのバスケってかっかああ好きなバスケ聞いてなかったあそう、好きな場所だ。俺はもう決まってます。自分が決するのはアシックスかアンダーマーです。アンダーマー。あれって日本のあれだから日本人の形に近いのアシックスはそうですね。うんはい、アンダーマーはどうですかね <laughs> あれは多分そういうわけでもないと思いますけど。うん、アンダーマー一気に流行ったよね。一気に流行りましたね。 5年ぐらい前なんかキングスのスポンサーになってからそそそそううううちょうど野球でもバスケでも急にそれまでアンダーアマーって野球のアンダーアマーだったんうだよねインナーの。で、野球で確かジャイアンツかなんかの巨人とキングスだったんですよねで、キングスからさらに増えたじゃないですかジェッツとか。 エベスとかけど今なんか本国で大変みたいねいろいろ経アしすぎてあのドームって会社がなんかもうなんかどえどこか伊藤中華どっかがもう買収してみたいな話聞いてよあそうなんですねもうだから今までみたいなもうできない風井な話は聞いたでもアンダーマーが履きやすいみたいにストークンアンダーマーかカリー岸本 入っ<あ>てたやつわかります、白の。なんかえっとモデル名わかんないけど、わかるわかる、あれが、あれ、カリーじゃないですか、カリーも入ってたよね <coughs>、最近の,あの岸本がファイナルで入ったピンクの,あのアンダーマンのやつ、あれ、カリーで入っでもなんか、あれいいっすね、あるよ、岸本選手がなんかモデルになってるシューズあるよ、シューズがのなんかこのポップポスターになってるような、<へー S 1> どのモデル、俺もはっきりわからないけど。 なんかそんなら確かあったなっていう感じで<ー>まあ話聞いてたけどアンダーマンねプーマと書いたことあるプーマああ新最近プーマがこの数年ぐらいてて NBA でも結構いますよプーマそうそうそう,そう、うん、でだからうち長男はプーマ履かしてるわけさへ<ー>、うん、結構なんか履きやすそうもう分からんけど <laughs> どっち <laughs> いや、なんか横の動きが良くないって話聞いたことあるけど、うん、ど,どうなんだろうだけど 本人ははきやすいって言ってるから、けど比較対象ないから、多分出ないでもいいと思んだけど、まあ、あの、好みでいいんですよ、バッシュは。レブロン履いたからって、レブロンみたいなことできないんで、俺は、やっぱ一番はきやすかったなって覚えているのは、あれ、マジックの一番、ハードウェイ、ペニー。はい。ペニーはきやすかった、俺。ナイキのね、はいはいはい。あれ、1って書かれてるやつうそう。 復刻版出てるから買おうかなしたらまあ高いんだよねまあ復刻版は高いっすよ全部買えない昔ペニーってめっちゃうまいのがいたわけよ雑死にうまいのもうあに死に説明下手くそ「スラムダンクも分かんないかあんまり「スラムダンクは一応分かりますのあの三王のあれ澤北澤北のモデルもうあのコービー止めるぐらい アンファニーハーダナにね、マジックの一番。すっごいいい選手がいて、今度検索してみてみて、オールラウンダーでめっちゃすごい。そうだよね、オールラウンダーだね、ペンギン。その当時、やっぱでかいポイントがある。そうそうそう。そうめっちゃかっこいい。あれが本当に履きやすかった。で、今俺、今、ニューバランス履いてるんだけど、ニューバランスも結構履きやすいよくよ、クッション性あって。ニューバランスも最近多いですよね。ニューバランス多いてるここ1、2年ぐらい、誰か有名人が。大谷翔平ですね。 もうそうそうそうだけどあのバスケも誰だったかな誰かな名前が出てこないけど有名な人が入ってモデルが出てでそれで今増えていってる感じででそう大谷翔平選手がねスポンサーになったからあこれ来るなと思って見が入った感じ、はい、<laughs> でもあのタイミングでアシックスから変更だったそうっすよねモードレやっぱ相当金の金が動いたんですいやう、ね、本当っすよね,うねもうバット持ってるグリップ もうニューバランスのマークからさ<う>なんか俺超履いてるよみたいな, <laughs> な<か>何が一緒だば何か,か,か,か俺の勝ち誇った感 <laughs> 全然意味わからん <laughs> 俺しか分からないですいや全然 <laughs> もうニューバランス履いてないから分からないです <laughs>、うん、けど、あのー、ランニングシューズなんかも俺ずっとニューバランスだったわけさクッション性相性よかったわけよ <laughs> わかるこのドヤがわかない知らないです。もうニューバランスの話終わってください。全部全部つけてるんですよ。やっぱこう練習着とかそういったのももうメーカーなんかこだわる？いや全然。デザインデザインで。自分はもうガラガラのバスパンがやっぱり派手なの。はい好きなので。あれってスリスリバイスリやってるから。ああちょっとおしゃれ系。なるほどなるほどストリートなんだ。そうそうそう。 セバスチャンさんもストリートやってたですよね。やってたっていうか。それこそあとお茶の水でやってました。成人と言われてとこで順番待ちしながら。順番待ちですかね。一つしかないこと。なるほどね。でも面白面白かったですね。今も外でやってんの？外でやってるって言ったらちょっとおかしいか。あっちやってるんじゃあラハビチで。ラハビチで。学校近いもんね。 <空>あバックボードだったバックボードはあのー、遠くてあんまり行けなてない<ー>次の日、学校があるからっていうのがあるので上等ではあっちでバックボード、ね、バックボードってあの裏添えに菓子バスケットコートがあるんですけど、うん、あ面白い人がやってて、うんはい、今度またゲストで呼びたいなと思いますけど、うん、そこと繋がってバスケバカなんですよバカバスケバカです。 ボーラ小僧だったボーラですすごいっすねうるま市でやってますよねまたなんか今度昨日のかな SNS にんかポンって上がってたけどあそうですリールかなんかえっと7月30日にサムシティサムシティの試合があってサムシティ沖縄はいはいその試合にボーラ小僧ボーラ小僧出るね出るんですけど自分は全国大会があっから欠場欠場そっかそっか そうサムシティっていうなんかストリートのこうなんあれなんて言うんうなんんてか大会って言えばいいのかな、うん、なんか一つのカテゴリーみたいなのがあって、うん、それのサムシティ沖縄っていう沖縄版のやつがあるんですけど県内のストリートボーラーがガチンコでやれる、うん、結構面白い、うん、見てても面白いし演出もうまいですよね本当にすごいよね、うん、すごいすごいすごいそれに出れないととあくん残念ながら <laughs> 全国チ変えたね 全国が近いたサムシティとか見てるとバッチバチ当たらさバッチバチですよあれサムはやっぱり心判もついてるはいるんですけどやっぱりみんなつかんだりとかそんなのもあってもファール全然吹かないんでお互いやっぱり気持ちが高ぶっちゃって結構荒くなっちゃう確かにストリートだからねだからあんまり今回はやっぱり残念ああなるほどねもし怪我して確かにね全国でてるね ガー重がやったら面白いあれだよねキーが強い人俺はできないしかもんかやっぱスリーバイって1対1じゃないですか基本だからなんかこうガー重じゃないとできないんじゃないですか俺も無理ですね YouTube とか見てもやっぱりそう煽りがすごいよくさあと MC もいるんでそうだよねその MC がどんどん盛り上げていっちゃうから観客も盛り上がっちゃって 対させるっていうバスケットってやっぱエンタメ向きよね。エンタメですよねよくあのスポーツ紹介したなっていやほんとそうっすよねマジでそう思います。花木さんからコメント入ってるんでバッシュの話ね花木さんはバークレーが好きだったからエアマックス 2CB94 あと足に合わないけどデザイン好きだったエアズームフライト95。 そう部屋ズームフライトったらブセが入ってたのはいああ入ってたあれも秋がこっちよかった当時野代高校がみんな野代がみんな入ってたやつですねああで BJ の最初の時はそれこそ成人がずっと入ってましたねで復刻したんですよね確かあれぐらいの時に一時期なくなったんですけどあれそうあれも秋が薄かった目ん玉みたいなのが横についてそんですよう 赤と青,なんか青と黒と、うんうん、俺あれなんか別注からみたいなシルバーのやつだけよはいはい、はい、ああありましたね全部シルバーのはいはいはい復刻した後のやつですねそうそうそう,そうあ,れあったあったあったなあれそうズームフライトね、うん、でもバッシュも増えたね増えましたよ最近ステップバイ行ったけどこれ何かなんかわからんくなってておしゃれなのがとっても増えてるね<ー>うん すごいっすよ。ねしかもそこまで、そんなに高くない。高くない。一万円ぐらいとか。あるっすよね。そうなんだよな。もう僕か現役いったら、もうアシックスか、水野か。あ、水野。で、今、水野の場所ってない。あんまり見ないですね。あ、もうないんだ。見た、記憶がない。昔、めっちゃ軽いのとかあったよね。水野の。なんか。もう、めっちゃ軽い。昔も、学生バスケは、もう本当にアシックスの。本当に、アシックスの、の、本当に、あの、シンプルなやつ。 あれでしょうあのジ,ャパンジャパンみたいなな,なんだっけあのもう送ルがめっちゃ硬いやつ、うんうん、なんかアシックスじゃないとちょっとチャレてるみたいな <laughs> そうそうそうナイキはもう死にうまいのがしか派遣みたいな、うん、<laughs> だっただから、うん、そう部活用二人ぐらいしかはくのいなくて<ー>しかもこれ運動量が半端ないから一か月ぐらいで壊すわけよ本当にひどいとき<ー>やっぱりアシックスが上等ってあったら見てたけどメイドインジャパンそう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  <laughs> アシックスですよねねやっぱ、ね、俺はアジックスちょっとあんまりあれなんですけどナイキちょっと細長い感じ細長い感じですね,ねはい本当はやっぱかっこつけてジョ履ダンきたいんだけどジョダン細いし硬いから俺合わなくて重いんだよなジョダンちょっとご、うん、ツすぎるう,ん、うん、うちらの時はセンター中はもうハイハイカット,ハイカットああ,あ<ー>はいはいはい いつの間にかそんなのが捨てられてたら足首守らんとくてそんなに意味ないんじゃないかあったあったでガードはローカット OK みたいなあったは今も関係ないですからね確かにねみんなミドルとかローだからなんでセンターはハイカットなんだろうなんなんですかねでも確かにそのトレンドありましたわそんな走らんからかガチガチに固めてハイカットで怪我防止のためだけにこうああ でもやっぱり捻挫するのはガードのやつが多かったっすけどね。であの靴紐みたいなサポーターやって逆にあの曲がらないという。あったあったあった。めっちゃハイカットカタックやってみんなファジーカスみたいな。走ってたね。不自然なやつね。あったあったあった。やばい五十四分待ってるも。んやばいこれ歴史を感じるバッシュ編ちょっと盛り上がってきたのに。やばい。 あと2分いやーすごい、じゃあ最後もう、もとわ君、来週、再来週からの全国大会の意気込みを最後、とわ君から聞いて番組締めたいと思いますんで、はいはい、お願いします、はいえー、とー自分はあのー、やっぱり今年、っていうか空に入って初めてのやっぱ全国大会で、一応小学校6年生の時に全国大会を1回経験して。えーすげえそれで 小学校とはやっぱり違う、うん、やっぱ身長であったりとか、やっぱりそんなのがあって、やっぱり緊張はしてるんですけど、沖縄の代表として、ナンバーワン、日本全国ナンバーワンになれるように頑張っていきたいと思います、うんうん。すごい,すごい、ね。本当に新聞楽しみだね。そううだね結果はもぜひ 番組でも拾いたいと思いますんで、お願いします。新聞にトワくんが映るように楽しみにしてますんで、カメラ目線で、レイアップしながらこんなやってからね。常にカメラの位置を意識すると、はい、こうやって、ダメだこれこれ乗らんわ。急にあの昭和だけどこんなに目隠しランクみたいな、こうやって、ベロ出して。 ぜひ頑張ってきてください。はい、応援してますんで。ありがとうございます。はい、怪我なく頑張ってください。ということで、今日のラジオでデイキャンプ、この辺で終わりたいと思います。また来週。来週遊びましょう。ありがとうございました。番組。あ、そうです。すみません。今週で、えっと、この第二部。一旦閉店で。一旦閉店でじゃない。閉店ですね。終了ですね。で、来週。十四時。はい。次回からは、三十四時の第一部だけになりますんで、お願いします。はい。ありがとうございました。バイバイ。